あんまり見つめられると照れちゃう。そんなシャイな私のこの気持ち届いてますか？シャコこと畑草子です。どうもどうも。朝起きたらですね、メールが2通届いておりまして、両方姉からだったんですけど、1つ目を開くと今度東京に行った時にお菓子の蓋を東京駅で買ってきてほしいって、甥っ子のヒロ君のためにって書いてあったんですけど、2通目見たら、あ、やっぱりオークションで買えることになったから別にいいですって書いてありました。私インターネットがですね、ピーガガガガガガピコーンピコーンとか、えとか、テレホタイムとか、もうそれどころか、カードでインターネットにつなぐ時代からお前のことを知っているんだぞと思いながらも、インターネットというかに負けた自分がすごく悔しくなりました。今日はですね、その新しいものに負けず自分らしく頑張っていきたいと思う。なんか笑い遅くないですか？皆さん何ですか？衛星中継なんですか？はい、今日もよろしくお願いいたします。イエーイ。